イツハーク・ヤーディード、マーチ2009イツハーク・ヤーディード、マーチ2009イツハーク・イエディッドは、イスラエルの作曲家、ピアニスト。イエディッドは、エルサレムのルービン音楽アカデミー、そして、ボストンのニューイングランド音楽院では、ランブレイクとポール・ブレイについて学んだ。1999年、ムーサ・ラベルから、最初の CD、コンポジションズ・フォー・ソロ・ピアノをリリース。これが認められ、 スカンディナビアではピアニストマイケル・スミスのゲストに呼ばれ、スウェーデンではピアニストローランド・ペンティネント、ジョイントコンサートを行った。2001年にはムーザラベルからセカンド CD、インナー・アウト・クライをリリース。2002年、ウィーンで開かれたサード・ストリーム・フェスティバルのオープニングのために、組曲、タチャヌーンを作曲。この曲は、ファーブルーム室内音楽祭など、 イスラエル国内で、たびたび演奏された。ミス・オブ・ザ・ケーブは、ドイツのレーベル、ビトウイーン・ザ・ラインズ・レコーズの移植で作られたもので、2002年に、リリースされた。この後、楽章からなる作品は、ドイツ、オーストリアのほかカナダで開かれたバンクーバー国際ジャズフェスティバル、イスラエルで開かれた、テルアビブ・ジャズフェスティバルで演奏された。2003年には、パッションズ・ンド・プレアーズ、 セクステッド・イン・オマージュ・ツ・エルサレムをビトウィーン・ザ・ラインズ・レコーズのために作曲。技術的に複雑でメランコリックなこの作品は2004年にイスラエルフェスティバルで初演され2005年8月に CD リリースされた。2004年には再びウィーンのサード・ストリーム・フェスティバルの受けリフレクションズ・アポン・シックス・イメージズを作った。この作品は イマジネーションの世界にインスパイアされたイメージ、カラー、テクスチュはカルチャーの結合と分離を表現したものである。2004年9月にウィーンフェスティバルで同年11月にはイスラエルのトナクタコンサートシリーズで演奏され2005年8月に CD リリースされた。2005年にはウードベースピアノトリオを作りシビウ、ルーマニア、オーストラリア、カナダ さらに5月と9月のアメリカツアーで演奏された。2002年、イエディッドは、イスラエルのジャズサックス奏者、アバッテ・バリフンと、ラス・デションというデュオグループを結成。同年9月に、エチオピア音楽とフリー・インプロビゼーションをミックスした、アルバムをリリースした。以降の作品には、以下のようなものがある。ーマイケル・ベイリー、A ・ニュー・サード・ストリーム、イツ・ハーク・ヤーディード、S ・ジャズ。 クラシカルシンセシス、オールアバウトジャズ。ありがとうございます。